一人きりの部屋は静かすぎる夜を人恋しくさせるけど、コードレスの誰かに長電話してもやがて消えなきゃいけない。シャワーを浴びた後の濡れた髪を乾かす時間持て余さないで、君が思うよりもきっと君はそんなに弱くはないさ。だってあの愛から荷物まとめ出ていたのは神様じゃなくて君が決めたこと。部屋に帰るたびにすぐにテレビつけてアンサーフォンをチェックする。なぜにいつも誰かの声が欲しいのか、何に怯えているのか。普通の日々の中に見過ごしてる幸せなんて後で気づくもの。君が思うよりも今も君は忘れられてはいないさ。みんな羨むほど自分らしいその生き方にこだわった勇気。君は素敵だよ。君が思うよりもきっと君はそんなに弱くはないさ。だってあの愛から荷物まとめ出ていたのは神様じゃなくて君が決めたこと。